囚われの兄エースを救うため大監獄インペルダウンに潜入したルフィだが、毒毒の実の能力者である所長マゼランに乾杯を喫する。猛毒を浴びて瀕死の状態となったルフィだったが、ミスター2ボックレーとイワンコフに助けられ奇跡的に回復。革命軍の幹部であるイワンコフはルフィが革命家ドラゴンの息子であることを知ると共に脱獄することを決断する。強力な味方を得て復活したルフィはエースが囚われているという監獄の最下層レベル6に乗り込んだが、時すでに遅く、エースは海軍本部へと連行された後だった。エースを追って海軍本部に向かうことを決意するルフィ。しかしマゼランの策によってレベル6に閉じ込められ、牢獄から脱出する手段が見つからない。そんな時、牢の中から一人の男が話しかけてきた。
全機関車に必ずエースさんを救おう。ルフィ君、ああ、始まるぞ。お前の兄貴の公開処刑がよ。
調子がさえ、これからどういった。